西アフリカトカゲモドキのズルメスの3クラッチ目が産んでると思うんで出していきます。まあ前回とだいたい十何日ぐらい、いつも通りの周期で産んでくれてますね。まあピンクマウスとか食べさせてるんで、そんなめちゃくちゃ痩せてる感じはないっすね。多分この辺が高くなってるから、この辺にあると思うんですけど、これか、ありました。あ、結構だんだん回数増すごとに卵大きくなってきてる感じがしますね。これに記入します。まあ、薄いですけど、まあ、大体わかるんでね、4回目11月5日って書いてフランキーに、ね、入れます。でこれ3クラッチ目なんですけど、一応ね多分有精卵ですね。これがアルビノが産んだやつがわかんない意味は。こうクラッチいけたらいいですけどね。本当に今産んだってくらいの卵だと思うけど、これで OK。 あ、これ天卵を防止してるって感じです。ちょっとこうなっちゃうんで、まあ逆さとかなんなきゃね、窒息しないと思うんで大丈夫だと思う。これでしまいます。今メスもね、明日餌やってみますね。今日はちょっと休ませます。